ズウェルの UFO 墜落事件。ロズウェル事件の真相はいくつか考察され、宇宙人の実在をどこかほのめかす、隠すように書かれていた。宇宙人が本当に地球を支配しようと目論んでいたか、あるいは地球人を誘拐し、それを実験する。彼らの目的と人間を誘拐する理由に意味はあるのか。今日、お越しくださった人物。元僧侶娘様の娘を支える重要人物の方です。彼女は何かと真相を知っているようです。なので、いくつか質問していきましょう。まあ、全部教えてくれそうもなさそうですが。こんにちは。質問していいですか？嫌ならいいですけど。全然、大丈夫ですよ。それに私もお仕事としてここにお越しになったので、ぜひとも。なるほど。そのまあ、あの例のロズウェル事件、とちょっと似た事件があり、それを目撃したんですよね。宇宙人の再来か？って。ああ、でも結局は真相は闇の中なんですよね。まあ、形だけで話しますと、あの事件よりかは劣化しちゃっているんじゃないかって。なるほど。で、一つ質問ですが、宇宙人の実在は肯定します？まあ、存在しないならしない。存在するならする。どちらか意見割れしますね。でも結局はいるかいないかで、ミステリアスな部分を置いてますね。でも結局、ミステリアスなままの方が魅力があるんだと思います。宇宙人が実在したとしてもそれなりの魅力は減ってしまうでしょう。で、その事件の際、あなたが支持している娘さんが何やら事件に巻き込まれたと。あれはアブダクションです。よく宇宙人は人間の人体を調べるべくに人間を誘拐しているのです。お嬢様もそんなことで誘拐されてしまった。これは私も憤りで耐えませんでした。でも娘さんは無事なんですね。はい。私はお嬢様を支えるしがない召使い。でも私もただお嬢様のために動くだけの人生をひたすら歩むだけなんだなぁと、小さい頃からの習わしだと思っておりました。比較的に自由でありたいなぁと思えるのはどうかと、自分をさまよっているからこそ、今の自分が何なのかはちょっとわかりませんね。お嬢様は元気盛りで、よく稽古をサボったり、ピーマンを残したり、のぼせるまで風呂に浸かったり、とにかく自由気ままな人でした。でも私の苦労は絶えませんでしたが。ねえねえ。そんなことしてないで、遊びに付き合って。私は忙しいです。というか、本来なら今日はお稽古の日です。だって、あんなのつまんない。退屈。面倒。ダメです。お稽古はやることなすこと。今日は特別ですが、明日からはしっかりと。やだ、なんで私だけそんなことしなとならないの、意味わからないでしょ。お嬢様がお稽古するためなのはここにいることを意味すること。じゃあ、私ここでの暮らしをやめれば、それはいけません、認めませんから。今日こそ切って差し上げます、なんか来た。お嬢様の命を狙うとは愚かですな。お嬢様は下がってください。そこを通してください。あなたには用はございません。それはいけません。たとえどんな約束や事情があろうと通しませんから。命が惜しければ、おとなしくお帰りになってください。さすが、強いじゃん。私を守ってくれてありがとう。当たり前です。お嬢様が命の危険にさらされるのであれば私の身をかばってまでも、頼りになるわ。でも、お稽古はサボらないように。で。ロズウェル事件？ UFO？ あの大人気の焼きそばから宇宙人か？そもそも宇宙人とは何ですか？宇宙人は人間の人体を調査するべく、一人の人間を誘拐し、調査する。宇宙人に誘拐された記憶は消され、当人が宇宙人に誘拐されたということは意図的にはっきりしない。宇宙人は人間を誘拐する。時には動物など他の生物も。なるほど、宇宙人って侮れない存在なのですね。何の音？お嬢様は無事？大変だ。確認しなくちゃ。助けて。これが宇宙人。助けて。なんでどこへ連れて行くの？
お嬢様を話しなさい。ああ。待ちやがれ。私は何度も UFO らしき円盤に攻撃してみたが、雷そのものは飛来神なのか、当たってもびくともしない。どうしましょう。まさかお嬢様が宇宙人に連れて行かれるなんて。あの記事を読んだ直後に、読んだ？と言わんばかりに現れて。空飛ぶ円盤だなんて、随分とファンシーなものだな。あなたは？私はオカルト的要素を調査している宇宙警察、という設定のものだ。あの、ロズウェル事件、以来、本物の奴らが地球に舞い降りたようだな。え？以来って、何度か地球に訪れていたのでは？それは誤認、加工など UFO らしきものと見せていた。でも奴らには仲間がいるらしく、ロズウェル事件、で仲間を晒し者にした復讐なのかもしれない。だからって、私のお嬢様が、誰を復讐しようだって勝手すぎるかもしれない。でも奴らが動き出したってことは他に理由があるかもしれない。他に理由？嘘に聞こえてしまうだろう。彼らがなぜあの事件以来に、また地球にやってきたか？復讐のためじゃない。彼らが住む惑星が崩壊に進んでいるからだ。崩壊を招く惑星には UFO が飛来し、崩壊であることを警告する。という信じがたいことがある。あくまでも創作話とのごっちゃかもしれないが。それよりもお嬢様を救出しないと。わかっている。でも奴らはきっと遠くを飛んだ。君の知り合いを連れて行ったのには理由があってからなのでは？理由って。ちょっと話してよ。なんでこんなことをするの？地球はもうそろそろ限界だ。我々の惑星も限界だ。人間の体を分析し、我々の DNA と合成しよう。そして新しく作り変えよう。は？マジ何言っているの？やめてよ。私はそんな。怖がる必要はない。ここへ連れてきたのはもうそろそろそなたの惑星が滅びようとしている。嘘？滅びる？何かの勘違いじゃないの？勘違いで済まされる話ではない。どうやら地球は昔から、視点がずれたりしていっている。どういうことなのか我々にもわからない。このタイミングなのかして我々が住む惑星と地球は同じように滅びゆく未来が予知されているのだ。それって、つまり私たちの住んでる星とあなたたちの星が滅ぶ、わけ？そう、そこで君の力を借り、滅ぶのを阻止しよう。でもどうして滅ぶということがわかったのですか？誰かが観測して、隕石が墜落して狂うってなったのですか？少なくとも隕石は関係ないが、地球温暖化の進みすぎで、やや影響を及ぼしているそうだ。何でも川を汚したり、森林を伐採しすぎたり。川を汚す原因としては主にゴミを持ち帰らず、ポイ捨てするやつだ。それが多いせいであちこちの川にはゴミが漂流しているらしい。川底にも重いゴミが発見され、魚たちの暮らす世界を壊そうとしている。森林は動物の住処を奪い、富裕層の人間がゴルフをするために規模の大きいフィールドを作り、自然をなくしていく。やがて動物も数を減らしていった。地球滅亡はいつ起きてもおかしくない状況だなんていうかもしれないが、宇宙人が飛来したのはこれらを警告するためだ。でもなぜお嬢様を？ただの誘拐ではないわず。何？ここが我々の住む星であった。もともとは大都市であったが、徐々に荒廃し、建物は跡形もなくなり、何もない砂漠みたいになった。あなたたちも私の住んでいる地球のような環境で過ごしていたのね。そういえば同じ星が2つはあるって、どこかで聞いたことがある。でも我々は簡単に地球人とは接することなどできない。地球人に我々の存在を認識させることや存在を知らすことは我々の存亡に関わってくる。じゃあ、それが大半知らされるとあなたたちはどうかなっちゃうの？我々は死を恐れている。こともある。地球人とは見た目は違うが、暮らし方などには似たようなものもある。だけど、我々の存在を知らされることで、我々の文明は終わってしまう。文明？そうか、あなたたちは古代から地球に来ているんだよね。じゃあ、実在は本当？地球が崩壊しちゃう目前なのに、こんなのんきになってていいんですか？お嬢様のことは心配、もう心配すぎて夜も眠れませんからね。わかっている。でも君の知り合いも無事だ。宇宙人は古代から地球に来ている。地球といえば宇宙人が支配するに越したテリトリーにもなり得るだろう。でも奴らがここに来たからには奴らなりに崩壊を止めようとしているのかもしれない。ってことは、悪い人ではないのですか？それはいまいちわからないが、宇宙人が容易に地球人とコミュニケーションを取るとは考えがたい。あれは、なんかたくさんの人が集まっている。ああ、我々の仲間だ。我々の住む国は崩壊にまで導き、満足に暮らすこともできない現状となっている。一人だけ、頭になんか被っているよ。あれは我々の仲間のトップだ。トップには逆らえないんだ、トップ。地球人を連れてきました。ご苦労。これが次なる地球人か。よくぞ探してくれたぞ。これから私をどうするんですか？ふふ。当然、私のコレクションとやらに入れるとしようじゃないか。え？すまない。トップのために嘘はつきたくないんだ。ちょっとあなた。まさか嘘をついたでしょ？まあ、
ことはどうでもいい。早速コレクション入りだ。いや、やめて、と、閉じ込められたー。出してよ、出して、ちょっと、崩壊もクソもないじゃんか、この嘘つき。ふふふ、地球が崩壊するだけじゃぞ。我々の惑星は元からこんなもん。でも私ももう頃合いだから、人間の小娘を嫁にすると決意したんじゃ。よ、嫁？私、結婚しなくちゃいけないの？察しがいいのう。結婚じゃぞ。いやいやいや、火星人となんかいや。誰が火星人じゃ。宇宙人じゃろ。どっちでもいいわよ。出して。地球は滅ぶんじゃ。何しろ昔に地球兵行った代々の仲間たちは地球人に捕らえられ、むごたらしい仕打ちを受けたとされる。当然、こんなことがあってはならないし、我々の血は騒ぐもの。じゃから復讐のため、今度は我々から地球人を誘拐したんじゃ。そして私と結婚するんじゃ。地球はもうすぐで滅ぶ。君もこの星の王女となって、私たちと暮らそうではないか。そんな。でも、私が見た宇宙人って、グレイのような宇宙人じゃなくてコミカルなタコの宇宙人でしたよ。触手みたいなのがありましたよ。それは火星人をイメージさせるものだな。でもあの事件はグレイなはず。いや、そんなことは。ふふ、愚かな地球人めは我々の計画などわかりもしない。当然、次なる生命体の星は我々の星となる。栄えて我々の次世代を作ろうではないか。ああ、地球はもうすぐ滅ぶ。私はこんな得体の知れないものと結婚を余儀なくしなくちゃいけない。もう助からないのかな？どうした？なんだか、胸騒ぎがします。お嬢様が助けを呼んでいる。って、日頃の出来事と勘違いしているのでは？付き添いが多いとそういう経験は多いはず。間違いないですよ、宇宙人め。いや火星人めにさらわれたお嬢様を救出しなとなりません。こうなったら、ロケットを使って、お嬢様を連れ去った宇宙人の元へ殴り込みます。ロケット、そんなものはないだろう？あるんですよ。ちょうど以前、お邪魔したとある吸血鬼のお知り合いに借りたんですよ。あれさえ使えば月なんて一夜にしてひとっ飛び。でも、そんな手なんて。そんな手もなんでもありません。私は行きますから。では、早速結婚式の準備に取り掛かろう。逃げるだなんて考えるなよ。逃げてもこの星からどの道出れはしない。残念じゃが、諦めるんじゃな。ほ。何を諦めるんですって？行く。なんじゃお前は。へえ、私のお嬢様と無断で結婚式。そんなの許されませんよ。直ちに返してもらいます。黙れ、あいつを追い出せ。地球を崩壊させようとする悪はこの私がやっつけるのです。雷？ズわー。王様。行く。お嬢様、ご無事で、どうやって来たの？もちろんロケットですよ。お嬢様がさらわれても、私は必ず助けに行きますのね。ありがとう、行く。私。もうお稽古サボらない。わかればいいんですよ。そうか、あれはただの火星人だ。グレイはまだ地球にやってきていない。火星人の勝手な計画に過ぎない。でも宇宙人がいてでもちょっと不思議な体験だ。なんか、私たちの出番がない間に地球の存亡にかかっていたらしいわよ。そんなことどうでもいいじゃないか。